おはよう。はい。木漏れ日。じゃんけん。鏡の中、夢を見なさい、僕の膝で。Day after day, around the hill.こんなものを探しに来ました。2個買った方がいいかな。そうだね。3個ぐらいにしたいんだけど。ないの2個しか。水色混ぜる。うん。あ、でもこれとか入れちゃう？それでもいいけどね。なんかちょっとさ、水色を混ぜるとどうだろう。なんかちょっと違う？まあ悪くはないと思うよ。うん。2つで足りるようだったらピンクだけにして、足りなかったら水色混ぜれば。どこに入れたらダメ？いいけどそんなに量が増えないからね。うん、はい、完了です。今日の買っとけば何に使うかは知らんけど。サイズ書いてない。40×26.5。かけるないんだ。ないよ。じゃあ封筒っぽい。町なしって書いてある。ちょっとないとね。麻の袋とかにするか。100均のダイソーで、買い物をするついでにですね、昨日来た、場所ですね。そこに、図書館があったので字を見に来ました。休みです。月曜日は定休日です。そんな日が今日は送られています。こちらは文化会館。は見。ただいま。かわいい感じにしてるね。逃げようとしたね、今、ジャン君。ポンちゃん、ジャン君。ジャン君9歳のお誕生日おめでとう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear ジャン君。いいとこに出てきたね。Happy birthday to you。いいフェードアウトだったね。ジャン君お誕生日にこれは嘘です。まああながちジャン君のためじゃないわけじゃないんですが、これはですね、暗がりを、人感センサーで照らすライトです。 LED ライトね。これを、ジャン君ポンちゃんがテーブルの下で抱き合って寝てるときよく見えないということで、これで見えるようにしようが一つです。それから、扉の外がですね、照明が、ついていないときに黒犬が、老眼の目で危ないということで明るいにします。という2種類のために使います。あ、猫のやつもつけといていいんだよね。うん、もちろん。そうですね。うん、高い位置と低い位置になってるんだよね。はい。今は猫の形をした間接照明みたいなのがあるんですが、それだと黒犬の目には、暗すぎるということですね。これを補助光にします。可愛く2人で食べてます。はい。お誕生日おめでとうではない、前夜祭でもない、その日の昼のご飯です。はい、ジャン君のお誕生日プレゼントをいただきました。ジャン君のといっても、これはポンちゃんに似合うんじゃないかということで、帽子ですね。ポンちゃんは被ってくれないと思うんですが、ジャン君がとりあえず一度被るかもしれません。後ほどお楽しみに。そして、これですね。うん、そうだね。こういう感じ。指で見ない。そして、窓辺に飾る造花ですね。これを、足してくれました。これあれ、なんだっけ、パンジー。春だね。そうだね。スミレっていうかパンジーだね。はい。これありがとう。紫はパンジーじゃなくてスミレかな。これかな。あ、待ってね、待ってね。と言ってる間に食べ終わったジャン君とポンちゃん。はい。ということで、さすがにちょっと大きいですか？うん。ちょっとだけ大きいのね。あとでね、ポンちゃんがすごい似合いそうだよ。似合うんだよね、色はね。だって女の子用だしね。あとでね、はい、寝てるときにこっそりかけようっと。ひひひ。はい、ポンちゃんどうぞ。ジャンくん。はい、ジャンくんもどうぞ。ジャンくん。はい。ジャンくんは、おいで。ジャンくん、はい。はい、どうぞ。じゃあ、ジャンくん。ダメですか？じゃあ、そこにお持ちしますよ。はい、どうぞ。普通のご飯です。今度はジャパンちゃん。じゃあ、後でかぶらね。はい、パパとママからはいつもの遊び道具ですね。これが、ポンちゃんのお気に入りの、はい、すごくこれだったら走りますが、あっという間にここをちぎってしまいます。ね、また数日間のチャンスかと思います。実は、1本目はこうなりました。はい、これは慣れの果て。ただ、これを取るとさ、うん、先っちょがないとジャン君食いつきそうだね。ただの紐の方が喜びだね。あ、でもね、これでもね、まだ食いつくの。うん、あ、そう。なんかね、この、こっちがいいみたい。そう。うん、まあ、動きはね、重りがついてる方がいいよね。はい。それと、これです。これはジャン君がよく人形を、くわえて投げるので、これにしています。ジャン君のための棚。これはパーツですけれども、こういうものをちょっと考えています。これがですね、こっちだ。これわかるかな？ちょっとズームしてみよう。この、長い方2本ですね。この2本の組み合わせ、1本は斜め。1本は水平の溝が切ってあります。これを、組み合わせるとですね、下と上はこう、なんていうかな、階段状というか斜めになるわけですね。そのようなものを、考えています。カインズホームの方のホームセンターで見て、なんとですね、そこで買えばいいんですけれども、配送をしていないと。車ならお貸ししますよと言われたんですが、車の免許を持っていないと。ということは、これを買って、まあ、4、5回往復、黒犬が背中に背負って歩くか、どうかということを考えました。で、カタログのようなものないですかって聞いたらですね、ホームセンターの方にはないので、メーカーに問い合わせてくださいということで、今、メーカーのホームページを見ています。このような形になります。すぐにはできませんが、ジャン君しばらくお待ちくださいね。まあ、顔真っ黒だね。ちょっと明るくしてみるか。はい。ジャン君、お誕生日おめでとう。はい。レター貸してください。はい。見えなくなりますか。これを、よっ。あ、結構明かりが。ね、オレンジ色の明かりが下から当たった状態になって、ちょっと不思議感出ています。うん。結構効き目あるかも。はい、電池も足りない。男前に映ってジャン君。よかったね、ジャン君。あ、またカポがなくなるね。さあ、そして、はい、今は、はい、これ豪華チュール40本も入ってます。そんなの見つけました。はい、これはモンプチのね、クリスピーキス、ジャン君もポンちゃんも大好きです。はい、そして三つ星グルメ。もうね、これもね大好きです。贅沢三昧です。そしてこれ大人気だったやつね。フリーズドライ国産ささみ。なんかちょっとメーカーはパッケージが違うから違うと思うんですけど、ちょっとこれしか売ってなかったからね。はいはい、前に小春でしょうさん、かおりんの保護主さんからジャン君ポンちゃんにって言っていただいたら。すごい好きだったので次々がついたからね。そうということでですね、実は、ある方々ですね、複数の人から、カンパがありまして、それを、使わせていただいています。なので普段買うよりもちょっと豪華になりました。それプラスですね、棚を作る資金の、足しにしたいなと思っています。ただまあまあな値段になると思うのでね、頑張ります。頑張って、環境を整えます。その棚に関しましては、こういくよ。ここです。ここに大きな棚ができてですね、この階段状のものは棚の上に乗ります。ということは、この階段が1段上がるということになって、ドドドドドドっていうのが、楽しくなると。まあ、もちろん、安全面を最優先で考えます。ちゃんくん、お誕生日プレゼントのこれらに興味が湧いたようです。ジュンくんだよ。ジャンくん。ジュンくんよかったね。おめでとう。ここはまるでポンちゃんが「おめでとう」って言ってるような感じにまおいママさんが作ってくれました。ポンちゃんにいただいたお帽子もきっとこんな感じになるでしょう。9歳だよ、ジャン君。まだまだ若者だよね。だってジャン君、20何歳まで生きるの？ 30 歳くらいまで生きるかな。ジャン君、すごい興奮してる。遊ぶ気になるね。めっちゃクンクンしてる。なんだろう。クンクン。さあ、これから生放送でお誕生日をやりますよ。なんかお誕生日だって。Happy birthday to you。だいぶ遅い時間ですけれども。ごめんなさいです。ジャン君とポンちゃんに。サービスのご飯です。なんかちょっと豪華な。これにささみも入るの。これにね、ささみを。ポンちゃん、さっきからお待ちかねなのに。はい、ポンちゃん。じゃあ、ジャン君のところに行こうかな。ジャンク先にジャンクに開いていいですか？はい、じゃあジャンクこれね。はい、どうぞ。どうですか？はい、全部食べてます。ポンちゃんもいいです。9歳おめでとうじゃん。ポンちゃんおいで。お、ごめんね。ポンちゃん。これもね。うん、おいしいね、ジャンク。ちょうだいって言った時にちょっと待ってって言われたからずっとポンちゃん待ってる。偉いね、ポンちゃん。じゃあお届けに行ってきましょう。はい、どうぞ。いつもとちょっと違うね。あぶって食べました。ものすごく久しぶりに缶詰を開けたので、食べてくれると思います。この人たち缶詰あんま食べてくれないので、とても開けないと食べてくれないですね。おいしいね、ジャン君。ジャン君、パパにあげてね。吐くね、この食べ方。でも半分こじきだよ、ちっちゃい缶詰。大量に一気に食ってるね。そっか。気をつけないと。